はい、皆さん毎度毎度、汚い厨房ね。最近ピザね、焼くときね、秘書の子がね、ガタつくっつうからね、不安定だから、これと高さを同じにしようね。なんか木入れて、ちょっとこれ低いね、これで高いね。なんかどのぐらいよこれ、ちょっと2ミリ、ちょっと高くしようこれをね。はい、こういう時に役に立つのがこのガラクタ類ね。あ、これがちょうどいいね、これがちょうどいい、あ、これがちょうどいいね、これがいいね。できれば切りたくないかんね、朝から力出したくないかんね。これ細いね、これがいいね、これはつらむきだね。これとこれでいくと、ちょっと斜め勾配になっちゃうけどいいでしょ、まあ気にならないレベルでしょ、だいたい真ん中で切れるよね。こんなので切っちゃダメよ。よくノコギリの素人でさ、向きになってやるでしょ、こんなになって、こういうのダメね。なんかちょっとこの高さが違うの気に入らねえな、ちょっと高さ違いすぎるね。なんか薄いバルサでも入れとく、1枚こうするね、こうやるか、こうでいいね、まあいらね。ちょっと裏側ちょっと点検しよう。裏側どうなってんのこれ、ここが汚れてるとねくっつかねえかんね。 OK、 ほなくっつくでしょ。 OK、でこれはこっち面がいいね。のりよいしょ。狭い、やりにくい。掃除してからやるよってか。オッケー。で、あ、オッケー、はい、オッケー。名前いらない、かえってバルサいらない、バルサいらないね、バルサいらねえよ。オッケー。で、OK、ね、ちょっとやりにくいしてたからね、あんま高くはしたくなかったんだけどね、まあしょうがない。はい、終了。結局ここにつけとくかね。曲げ板、ダイソーの曲げ板でいいよ。これはあれだ、サラビスの方がいいね、サラビスの方が滑んないんだよね。上から行くか。下はちょっと太めにする？ 5.1 に。何これ、引く。食ったらどこ引きゃいいの。ミシン目から引いてください。あ、切れた。グラ、結構きっちりきたね。で、いや、でちょっとここがね、隙間がないんだよね。な、ここに何か、これちょっとね、両面テープ貼ってあるから、これをこの隙間に入れて、一応、隙間に入れて、物が落ちるのと、
なんかイラつくからね、この隙間に物が入っちゃうとね。よし、でそこのクリアランスの確保ね、向こうに押し付けておかないとグラグラするからね。はい、これでほぼ任務完了ね。ちょっとまだこれ弱いって言えば弱いけどね、まあいいでしょうね。ほんでまあ上からの横、上からこうこねるだけだからね。